エンゼルスから FA となった大谷翔平投手、29、が、短期契約を結ぶ可能性もあると13日、ESPN が伝えた。大谷は今オフ初めて FA となり、史上初の総額500億ドル、約750億円の契約を結ぶと予想されている。そんな中、ESPN のアルデン・ゴンザレス記者は、大谷の考えに詳しい関係者からの情報、として、平均年俸が非常に高い短期契約も視野に入れている、とリポートした。これにより、争奪戦に参加できる球団は大幅に増えると見られる。MLB 公式サイトはこの報道を受け、同じく獲得球団が増えると予想。右肘手術の影響で来季は打者に専念し、25年から投手復帰となるため、来季終了後にオプトアウトできる短期契約も選択肢になり得る、と指摘した。また、平均年俸の史上最高額はシャーザーとバーランダーがメッツと結んだ4330万ドル、約65億円。だが、もし短期契約を結べば、間違いなくこの金額をはるかに上回り新たな記録を作るだろう、としている。